おはようございます。チキンパラダイスハワイのジュリエッタとチビアヒルたちです。人間はカメラ外にいます。その池小さすぎじゃないですか。前は全員入れたのにね。本当だ。カメラ前に登場しない。シマコ何してんの。今日は両目開いてるね。でも若干閉じてるね、片方。昔からですね。今日は天気が良いですが、ずっと寝るんですか？なんか猫がみんな入ってんだけど、どうしたの？こんにちは、チキンパラダイスハワイの葵です。今日は新しいおんどりを買ってきた紹介をしたいと思います。今猫部屋の中にいるんですけど、猫の保育園でございます。で、まずこの人、いつからかな、めっちゃ前から通ってるおなじみの餌屋さんに3ヶ月ぶりぐらいに行って、従業員しか入れない裏のところに私はいつも入って、変なもんがいないか探すんですけど、変なもんいましたわ。そなたと同じ種類で、グレー、同じ色っていう形は、そなた色はグレー、どういうこと、どこから舞い降りてきたん。でね、そこにはよいしょ、めんどりやと思って買っても 95% はめんどりだから、 5% すごいよね。20話に1話は間違っておんどりが入ってるっていう、結構良くない比率でおんどりが入ってて、めんどりだと思って買ったけど買えません、おんどりでしたっていう、かわいそうな子、返す人が多くて、そなたもそうやったな。この子は結構大きくなるまで飼われてたみたいやけど、だからなんか大事に飼ってくれる人にあげてくださいって言われたけど、そこの餌屋さん
適当やから誰にでも売ってしまうから食べられてしまう運命の子が多いらしいです。で、一回私がこの同じ種類の黒いモデルを欲しいなと思ってこれ置いといてって言ったんやけど売られてしまって痛い目に遭ったから今日は見つけて3秒で買いますって叫んだよというわけで普通に来ました。食べません。めっちゃ可愛いです。大事にされてただけあるな。ちなみにおいくらでしたか？10ドルです。1000円です。1000円チキン1000円チキン。おかしいな。まあそこはただ受け取って次の人に渡してるだけなのでお安い値段で売っております。かわいそうよ。推定何歳でしょう？推定何歳？足にして足、足を見ますと喧嘩爪が1センチないぐらいやな。でも削って尖らした跡があるから自分で喧嘩の練習してたんだ。だからどうやろう、1歳超えてるかな。超えてるか超えてないかギリギリ1歳ラインじゃないかな。1年も買ってもらえたのに捨てられた。いやよ、もこもこや、ふわふわや。言わんでいいから。で、この種類のモデルはとても優しいのでうちのふわふわの体の大きいメンドリ今まとめてる人がいないので、まあよければその人たちとね仲良くしてくれたらいいなって思うけど、さっきからちょっとアホなことばっかりしてはる。大丈夫か？やる気は十分。では名前を考えます。何か候補あったら教えてください。それまでについてる気がするけどね。
と左に花でございます。福はもう一匹のユウキっていう子と一緒に超ノラでもらわれないからファームで買ってあげてくれますって言われてやってます。人慣れプロジェクトとしてやってもらえなかったのでうちに居つくことになりました。まあ、けどね、でもまあ普通のお家では飼えないかなっていうのを聞きました。前生まれたラッキーのうちの一匹です。うちで2つのうちの一匹で、そのために家に連れて帰ったのはいいけど編集時で免疫が落ちてしまって、それで風邪をかいて家にいました。でもう元気になったからめっちゃ機嫌悪そうやな。そしてこちらのホラーの中がおるお方はゆうきくんです。ふくっていうのを一緒に来た超野良猫です。おんどりがびっくりしてます。今家からここに連れてくるために私はあんまり触ってなかったので急に触ろうとしたら猫パンチとガブっていうのを食らいました。最初は懐いてたけど、女性手術をしてしまったらあまりにも怖かったみたいで性格が反転して懐いてない方が懐いて懐いてる方が凶暴になるというとんでもないことになりました。今は気に入った人には優しいっていう一面を持っているのでファームで頑張ってくれたらいいなって思ってます。最後にこちらの超不機嫌中毒このにゃんこはめいちゃんです。めいちゃんは花の兄弟でラッキーの娘です。この人も同じく、結局ねラッキーとお父さんは兄弟だったので弱いので避妊手術をして風邪をひいて長引いて家におりました。この人も結局あまりなぜか人の膝の上で生まれたくせにあまり懐かず、でも気に入った人には寄ってくるっていうとんでもない、ね、頑張ってくださいね。ちょっとその顔どうにかして、めっちゃ怖いわ。電気がお隣にいます。電気は一回、それこそな去勢の手術を遅めにしたんやけど、なって家にいたのでこの人たちは面識があります。ちょっとだけ。
い。
めました。水がすごいよね。これ1日ぐらいできるかな。ロケかかるかも。